おはようございます。今日は5月の24日。あ、おはようございます。嘘でしょ、早い。一人で撮ろうと思ったんですけど、早っ。ちょっと狂っちゃった。一人で喋ろうと思ってたんですが、すごいですね、皆様。ただいま5時44分。おはようございます。すごい。ちょっとこれから遊びに行かなきゃいけないので、おはようございます。早いとまた違う方がいらっしゃって、ちょっとこれから遊びに行かなきゃいけないので、今日はちょっと時間差配信で撮ってから行こうと思っております。5月24日月曜日です。おはようございます。そうですね、なんか1時間早く起きたんですけど、でもまだ夜明けよりも遅かった。あ、まだっていうか、なのでやっぱり今一番ね、日が朝が早い時期ですね。ということで、では、本日の瞑想するピアニーノ行ってみたいと思います。すごい、ありがとうございます。なんか一人で淡々とパパッとやっていこうと思ったのに。そしたら、そうですね、じゃあやっていこうと思います。なんかまた今余計なこと喋んないようにもうすぐ行くんですけど、今朝起きた時間とかが、この瞑想するピアニーノ始めるまでは私が寝る時間だったので、結構感慨深いっていうか、なんでこういうふうに一気に変わっちゃったのか、ちょっと誰か教えてほしいって感じなんですけど、絶対なんか明るくなったら寝なきゃっていう人だったんですよね。ということで、まあそれはそれとして、じゃあ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
がとうございました。なんかこんな感じでした。なんか時間が違ったらなんか緊張したって感じですけど、まあそんな感じで、ありがとうございました。こんな朝早くに、では行ってまいりたいと思います。もしかしてなんかいい感じの場面があったら途中で配信したいと思います。ありがとうございました。ではまた明日の朝に、今日は5月24日、月曜日、今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に。ありがとうございました。失礼します。ありがとう。